ロインクロスを身につけたアステカ帝国の統治者、ロインクロスは衣服の基本形の一つである。腰布、腰衣のことで、腰周りを紐や布で覆う、または巻く形式。古代エジプト人などに多く見られた衣服の一種で、スカートや下着の外も言われる。古代エジプトでは、時代や身分によって様々な竹や巻き付け方がある。サイズや素材、下着と表着の違いのほか、 折り上がった布をそのまま腰に結び止めたり、ベルトで固定する腰紐を縫い付け結び止めるなどの固定方法での違い。股、ま、下にくぐらせる、だを寄せるの着装方法の違いなどで、地域ごとに差異がある。衣服の分類では、基本的にドレーパリーに属すが、現代では多くの国で上着を導入して二部式の衣装として着用されている。その場合、 上着は西洋式のものが採用されている。また、股下に通す形式の地方では、男性が股に通す形式、女性が腰巻き形式と着想方法が成分化しているケースが多い。これは、股下を通す形式が労働の際の動きやすさを考えて考案された形式で、腰巻き式からの派生だからである。インドネシアのサロン、ビルマのロンジーは筒型に縫われ、 ロインクロスでありながら筒衣に分類されることもある。これら筒型ロインクロスはヒダを取って着想することが多く、ヒダの美しさを着想のポイントにしている。ありがとうございます。